去年の秋祭りでの出来事。屋台を見て回ってたら、綿菓子の屋台を見つけた。懐かしくて、思わず買って帰ろうかと思ったんだけど、自分の前にも、人がわらわら集まってた。で、少し離れたところで待ってたら、屋台のお兄さんが、客から受け取った千円札を落としてしまって、それに気づかないまま、次の客の綿菓子を作り出した。教えてあげないと、と思ったら、私の横にいた、親一人、子供が男女の二人という家族の男の子が、親に向かって、お金落としてる、と報告。親は、教えてあげなさい、と言うんだけど、恥ずかしいのか、少し躊躇してる男の子。やっと勇気を出して屋台に近寄ると、お兄さんに、小さい声で、お金落としてるよ、と教えてあげた。お兄さんは嬉しそうに、ありがとう、とお礼を言ってお金を拾った後、機械の内側にくっついてる綿菓子の塊を、ひょいとつかみ、男の子に差し出した。持ってけ、正直者。爽やかな笑顔に、爽やかな物言い。男の子は最初断ったけど、家族にも、もらえもらえ、と促され、お兄さんにも、こういうのは持ってっとくべきだぞ。と言われて、結局照れながら受け取って、恥ずかしいのか、足早に、その場を離れていき、残った家族が後を追う。正直で照れ屋な男の子も良かったけど、屋台のお兄さんの爽やかさにも、和んだひとときでした。